スパルタクスタジアム FC サハリンユジノサハリンスクは、ロシアサハリン州ユジノサハリンスクを本拠地とするサッカークラブである。一時期は、ホーム移転及び、経営母体の変更、さらには、クラブ名称も解消していたが、現在は再び、ユジノサハリンスク市に、ホーム地を戻し、クラブ名称も戻して活動している。旧ソ連時代である1969年、 サハリン州の州都であるユジノサハリンスク市にて創設された。クラブ名称は FC サハリンユジノサハリンスク。ホームスタジアムはスパルタクスタジアム。ソ連崩壊の5年後にあたる1993年、ホーム地をサハリン州第二の人口を誇る都市ホルムスク市へ移転。クラブ名称も FC サハリンホルムスクに改称される。 1992年から1993年の2シーズンはロシア全体の2部リーグにあたるロシアファーストディビジョンに所属。1999年メインスポンサーがロシア国内で大手の資源開発企業エネルギア社となりクラブ名称も FC ポルトビクエネルギアホルムスクに改称。ロシア全体の2部リーグにあたるロシアナショナルフットボールリーグに所属していた。 クラブが、ユジノサハリンスク市を去って9年後である2004年、設立当初クラブ名の名残が感じられる、FC サハリンツーリストにクラブ名称を再々、変更し、再びホーム地がユジノサハリンスク市に戻された。さらに1年後である2005年、サハリン州により設立されていた総合的地域、スポーツクラブ運営団体、PSK サハリンが運営する、サッカークラブとなり、 クラブ名称も FC サハリンに戻されることになった。2011年にはロシア全体のサンブリーグにあたるロシアセカンドディビジョンに所属。ありがとうございます。